なんともまあ、うからよかうで。いくら関羽が戻ったとて、劉備相手に苦戦する総人ではない。確かに。しかも今回は八門僅差の陣を敷いたわけですからな。だが押されているらしい。その八門僅差を仕掛けながらか。ならば理由は明白だ。向こうにも軍師がいる。それもこちらの手を見抜く。劉備の軍師か。美しい陣をかき回して崩す。野暮な敵もいたものですね。遅くなってすみません。俺ってばダメ男。ああ、状況はどうです？これはまた面白い戦になりそうだ。